はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーラーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、10月4週目の紹介をしていこうと思います。はい、でまずはね、先週のランキングなんですけども、お休みしてしまってね、申し訳ありませんでした。まあ一応ね、その理由ももうすでにね、お分かりになられてる方はいらっしゃるかと思いますが、そちらはね、また今週のトピックスの方でね、取り上げさせていただければと思います。はい、ではね、早速今週のトピックスなんですけども、今週のトピックスは、統率者レジェンズの、プレビューが開始されましたね。いやー、待ちに待った統率者レジェンズですよ。気づけばね、もうあと2週間後にプレリリース開始と。しかもね、なんと、もう皆さんもうご存知だと思うんですけども、あのブラックロータスを統率者用にデザインしたジュエルドロータスなんかの超目玉カードも出てて、もう今後ほんとどうなっていくのかまだまだ楽しみですよね。ということでね、続々と今新カードやね、その再録カードが公開されてるわけなんですけども、そんな中で、なんと、この度、統率者レジェンズの先行プレビューをいただいてしまいました。いやー、やばいっすね。もう、この本当にね、お話いただいた時もめちゃめちゃ嬉しかったですね。最近ね、まあ、各ね、その配信者だったり、プロプレイヤーだったり、まあ、各ショップ、が、先行プレビューを行う流れっていうのができてて、それを見てる側として、うおー、いいなーなんていうふうに思ってはいたんですけど、まあね、この僕のリラチャンネルのこのチャンネルに関しては、やっぱりそのシングルカードの価格とかをちょっと扱っちゃってるので、まあ、まずそのね、公式からそういう話が来るのとかってまず無理だろうなというふうに思ってたんですけど、まあ最近ね、そのゲンバーロータスと一緒に始めた、ロータスコマンダーの方は、まあちょうどね、今回のセットが統率者推しってこともあって、まあ今後ね、そういう話ももらえたらいいね、みたいな話をちょっとしていたところではあったので、まさかね、こんな早くいただけるとは思わなかったので、もう本当に嬉しかったですね。で、実際にもう動画公開してるんですけども、プレビューでね、いただいたカードもなかなか面白いカードだったりするので、まだね、見てない方はぜひ、ロータスチャンネルの方から、見ていただければと思います。で、またね、ロータスチャンネルの方も、今ね、EDH の対戦動画を上げてるんですけども、先週かな、第4回目の、動画も上げて、ある程度のね、レベルは網羅できたのかなというふうには思ってるので、統率者に興味ある方は、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、統率者レジェンズにね、関しても、一応来週フルスポイラーかなと思うんで、フルスポイラーがね、出揃ったら、またそのタイミングでね、大検討生放送の方を、やりたいなというふうに思ってるので、ぜひね、そのタイミングで、みんなで、ああやこうや語り合えたらなというふうに思っております。またね、詳細に関しては、ツイッターで告知しますので、ぜひそちらをチェックしておいてください。はい、というわけでね、今週の注目カードランキングに参りますけども、今週はね、まあ先週お伝えできなかった内容と、今週のね、統率者レジェンズプレビューによって、価格がね、動いたカードが、ランクインしておりますので、早速紹介していきたいと思います。はい、では今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位はモックスダイヤモンドになります。こちらはね、結構久しぶりの紹介になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと前のね、再録禁止関連のコートのタイミングで、紹介させていただいたと思うんですが、今回ね、こちらを紹介させてもらってる理由は、なんとね、このモックスダイヤモンドのね、価格がめちゃめちゃ今下がってきてるんですよね。で、なんと、その価格が現在25,500円ということで、この水準に関してはね、もう再録禁止関連の高騰前の水準まで落ちてきてるんですよね。で、もこれに関してはね、もう早々と言っちゃいますけども、持ってない方はね、もう絶対買っておいて損はないぐらいの、価格だと思ってますね。で、前々からね、僕自身、その再録禁止系のね、カードをお勧めする際に、こちらのね、モックスダイヤモンドかなりお勧めしてるんですけども、その理由をね、改めて紹介すると、まずはね、その使用されるフォーマットの量ですね。こちらそもそもが、エターナル環境、レガシー以下の環境でしか使用できないんですが、レガシー、ヴィンテージ、EDH と使用できるフォーマットではかなり需要の高いカードなんですよね。で、レガシーでは、デプス関連だったり、アグロノーム、あとはトチタンなんかに4枚採用されてるカードなんですよね。で、こちらね、特に個人的にお勧めしたいのが EDH の需要ですね。モックスダイヤモンドはね、その高レベル帯のデッキだったら、まあおそらくね、ミドタン以外のどのデッキに入れても強いんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。まあ緑に関しては、やっぱりマナ加速のね、手段がかなり豊富なので、別にわざわざね、モックスに頼らなくてもいいんですけども、他の色だと、やっぱ1ターン目にね、2マナからね、かつ有色マナから入れるっていうのもかなりでかいんですよね。
で、コストがね、その土地を墓地に送るっていうところもなかなか渋くて、こういう系のカードって大体ね、追放しないと、効果を発揮できないっていうものが多かったりするんですけど、まあこちら墓地なのでね、そのロームだったり、連録なんかで回収できるので、まあレガシーではかなり重複されてるっていう感じですよね。で、あとはね、その海外の価格、実はね、これも海外でも少し下落した後ではあるんですけど、それでも価格がまだ560ドルということで、なんでね、もう実質2分の1以下で買えるっていうね、まあさすがにこれは文句なしで買いでいいかなと思いますね。で、もちろんね、日本でも英語版の方がお高くはなってるんですけども、それでも最安値、ね、32,300 円だったので、海外基準で考えてもかなり安いかなというふうには思いますね。で、あとはね、まあ好き嫌い分かれるかもしれないんですけど、唯一の小売りである、From the Vault 版、こちらに関しても、価格がね、45,500円と。ということで、もちろんお高くあるんですけど、一時も6万円ぐらいしてたんじゃないかなと思うんで、こちらも下がってきてはいるので、フォイルがね、欲しい方に関しては、ぜひこちらも検討してみてはいかがでしょうか。はい。では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい。今週の第4位は、レオニンの裁き人ですね。こちら初登場にはなりますが、効果としては、2マナ2のクリーチャーで、プレイヤーはライブラリーから探せないと。で、いずれのプレイヤーも、無色2マナ支払うことによって、ターン終了時までこの効果を無視することができるよということで、まあ、サーチに対してね、マナを要求する、いわゆるヘイトベア系のカードですね。今ね、こちらが注目されている理由は、モダンのヘイトベアの支配率がかなり上がっているからですね。で、その理由は、ゼンティカーライジングで、スカイクレイブの亡霊が登場したことによって、まあ、ヘイトベアがね、大幅に強化されたことが挙げられるかと思います。いやー、まあ、やっぱりね、もうめちゃくちゃ強力ですからね、スカイクレイブ。まあ、僕自身もね、その使っていて、もう本当にね、ハンドにね、そのスカイクレイブがある時のね、安心感が半端ないんですよね。で、しかもこのヘイトベア側としては、個人的にね、そのスカイクレイブの天敵だと思ってる、オーダー使いを使うことで、まあ、結果的にね、対スカイクレイブにも強いっていうところが、このデッキの強さを押し上げてるんじゃないかなというふうには思ってますね。で、その結果ね、そのヘイトベアに採用される、このレオニンの価格も上がり始めてるっていうような感じなんですよね。で、現在価格が1000円超えというところで、元の価格から考えると、まあ、2倍程度まで上がりましたね。で、こちらに関してはね、余ってる方に関しては一旦売りでもいいんじゃないかなというふうには思ってますね。で、理由としては、まあ、そこまでね、大きくはないものの、まあ、一つの崖はま、作ってる状況ではありますし、今ね、この注目度が高い状況だと、まあ、買い取る価格にも期待できると。で、そしてあとは、海外の価格を踏まえた時に、まあ、結構な乖離が生まれてるっていうところですね。なので、こちらね、まだまだ上がる可能性もあるんですけど、なんとね、こちらに関してはね、まあ、あるショップではね、1500円買い取りなんかっていう、数字を見たりはしたので、まあ、かなりね、今、高価買い取りしてる状況なので、まあ、そんぐらいのね、価格で、買い取ってくれるような、ショップが近くにあるようであれば、売ってしまってもいいんじゃないかな、というふうには思いますね。はい。では続いて、今週の第3位ですね。今週の第3位は、こちらになります。はい。今週の第3位は、電獄の玉児になります。こちらね、ところどころでは、話題にはさせていただきましたけども、なんだかんだね、こうやって紹介するのは初めてなんですよね。なんで、改めて効果を紹介すると、1マナのソーサリーで、あなたのライブラリーの中から好きなカードを1枚選ぶと。で、あなたのライブラリーを切り直し、そのカードをライブラリートップに置くよと。で、その後にあなたは2点のライフを失うよということで、要はね、効果としては、吸血の教授者のソーサリー版と。いうことで、事実上ね、その、吸血の教授者の介護官に相当するんですけども、価格はなんとその吸血の教授者の10倍ということで、まあそれはね、なぜかというと、需要と供給のバランスが全く釣り合ってないからですね。こちらはね、ポータル三国志という三国志をテーマにしたね、もう約20年前に販売したセットと、ジャッジ保証版のね、2種類しか存在しておらず、めちゃめちゃ供給枚数が少ないんですよね。で、しかしね、こちらを使えるメインのフォーマットである EDH では非常に需要が高くって、まあ、たとえね、その番中の、介護官とはいえ、もう何でもサーチできる1マナのサーチカードって非常に数が少ないんで、超需要の高いカードなんですよね。で、ということで、こんな価格になってるわけですけども、ただしね、こちら、再録禁止カードではなくって、まあ、今回のね、統率者レジェンズで、再録される可能性が高いんじゃないかっていうので、かなり期待されてたんですけど、もう現段階でね、その、吸血の教授者自体が、再録が決定したことによって、まあ、ほぼね、まあ、この子の再録はないだろうというところで、今、注目度が集まってるっていう感じなんですよね。
で、ということでね、こちらに関しては、個人的にはね、さらに値上がるんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、投資的だったり、まあ、今直近では使わないんだよなっていう方に関しては、券がいいんじゃないかなというふうには思ってますね。で、その理由はね、まあ、今回やっぱり再録されなかったとはいえ、やっぱりね、その再録禁止カードではなく、正直ね、いつ再録されてもおかしくないカードではあるので、まあ、投資的にはやっぱりあんまり向いてないんですよね。まあ、ただし、EDH ね、黒絡みの、高レベルのデッキを組みたいっていう方に関しては、まあ、本当にね、強力な1枚ではあるので、まあ、正直ね、もうちょっと値上がるとは思うんで、その値上がるよりは安く買うっていう意味で、今の段階で購入しておいてもいいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。というわけで、続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい。今週の第2位は朝の歌のマラレンになります。まあ、こちらね、非常に今話題のカードでありますけども、効果はというと、3723の伝説のクリーチャーエルフウィザードで、プレイヤーはカードを引けないと。で、その代わりに、各プレイヤーはドローステップの開始時に、そのプレイヤーは3点ライフを失うことで、自分のライブラリーからカードを1枚探して自分の手札に加えることができるよ、ということで、カードを引けない代わりに、まあ、お互いにね、ドローステップにサーチをすることが可能ということで、まあ、基本的にはね、そのマラレンを出した次のターンっていうのは、相手のターンになってしまうので、瞬速で出さない限り、まあ、相手からね、そのサーチすることになって、まあ、自分がね、そのサーチする前には、大体残念な場面になってるってことが想像できるんですけども、今ね、こちらが注目されてる理由は、統率者レジェンズに収録される、敵対工作員による超絶シナジーですね。まあ、おそらくね、こちら、統率者レジェンズの、トップレア級のカードになるんじゃないかなって思うぐらい強力なカードで、効果はというと、3マナ32のクリーチャーで瞬速を持っていて、対戦相手が自分のライブラリーからカードを探している間、あなたはそのプレイヤーをコントロールすると。で、対戦相手が自分のライブラリーからカードを探している間、そのプレイヤーが見つけた各カードはそれぞれ追放されると。で、そのカードが追放されている限り、あなたはそのカードをプレイしてもよくって、あなたはそれを唱えるために、任意のマナを望む色のマナで支払ってもいいよと。いうことで、相手のね、サーチを妨害するだけでは飽き足らず、それをね、瞬速タイミングで奪って使用するというね、化け物じみた効果を持ってるカードになりますね。で、これの登場により、マラレンとね、この敵対工作員が同時に場にいると、まあもう何が起こるかっていうのはわかるとは思うんですが、すべてのプレイヤーはドローできずに、プレイヤーの数だけ各デッキから好きなカードを自分がサーチできるっていうね、恐ろしいコンボが成立するんですよね。で、その結果、価格はね、爆発的に上がり、なんと現在1990円ということで、まあ、もともとね、そのストレージにあっても誰も見向きもしないようなカードだったんですけども、一躍時の人というような価格まで高騰しましたね。で、こちらに関してはね、まあ、今後の評価非常に難しいんですけど、まあ、一旦はね、売りが硬いんじゃないかなというふうには思ってますね。で、その理由としては、マラレンとね、敵対工作員のコンボは、もちろんね、揃ってしまえば、めちゃくちゃ強力なコンボではあるんですけども、まあ、さすがにね、これだけでやっぱり勝ち筋が薄すぎるので、まあ、別のね、勝ち筋、もしくは、このコンボね、もっと決めるために、手厚い手段が必要になるわけなんですけど、まあ、現状だとやっぱちょっと厳しいのかなというふうに思ってて、まあ、例えばね、その今も高騰している、対象の対応とかも、こちらの影響によってね、注目を集めてるんですけども、どちらかというとね、その敵対工作員以外の、サーチを止める手段っていうのが結構重要になってくると思ってて、相手をねその縛るサーチ系のカードで思いつくところで言うと、まあ、一つはエイブンワイドセンサーだったり、まあ、レオニーのサバキミト、まあこれ完全に縛りきれてないんであれですけど、であとはまあ締め付けあたりがまあ該当するんじゃないかなと思うんですが、これらを入れるとね、まあ、EDH ではまあマラレンをねジェネラルにすることができないんで、まあ、なかなかそこが難しかったりはするんですよね。で、じゃあレガシーだったらいけんじゃないのっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、レガシーもやっぱりね、そんな悠長でもないしなっていうところも考えると、やっぱりね、そこまで無茶苦茶なことにはならなそうなので、割とね、早めにほとぼりは冷めるんじゃないかなというのが僕の読みになります。で、海外のね、価格を見ると、まあ、40ドルという価格まで上がってるんですけど、まあ、これはね、やっぱりその日本に比べて EDH 需要が高い、海外ならではの特需価格かなというふうには思ってるんで、あまり意識しすぎない方がいいかなという気はしてますね。で、まあ、こちらに関してはね、結構賛否あるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、ぜひね、皆さんも、どう思うか、ご意見聞かせていただければなというふうに思います。はい。では続いて、今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい。今週の第1位はスカイクレイブの亡霊になります。いやー、こちらね、まあ、本来ね、その先週にご紹介したかったんですけども、まあ、完全にスカイクレイブの時代が来たっていうような感じですかね。
こちらに関してはね、初動はだいたい300円ぐらいからスタートして、まあ、実際使ってみてめちゃめちゃ強いということで、まあ、僕もね1000円ぐらいになり得るんじゃないかというふうに以前にご紹介してたと思うんですけども、なんとそれをも越して現在価格が1590円ということで凄まじい高騰を見せてるんですよね。いやでも実際ねそれもそのはずで、右上ね見ていただけたらお分かりの通り、現在ねその高騰カードの特徴であるもうほぼ全フォーマットを総なめしているっていうような状況なんですよね。でこちらねちょっとね、各フォーマットの、採用率についても調べてみたんですけど、現在スタンダードが 15% ということで、この数値はね、まあ、ルールスだったり、探索する獣とほぼ同等の数値ですね。で、採用率は驚異の 3.7 枚と、だから採用される時にはもうほぼ4積みされてるみたいな感じですかね。でパイオニアではねそこまでの、採用率は多くないようなんですけども、なんとねモダンに関しては採用率 20% ということで、クリーチャーの使用率としては、ウーロの 17% を超えて堂々の第1位に輝いております。で、レガシーでは、8% ということで、タルモゴイフがね 9% であることを考えると、まあ、かなり採用率が上がってるっていうような状況なのかなというふうに思いますね。で、まあ、この数値を見ればね、やっぱりその最新セットのレアとはいえ、まあ、この格まで上がってるっていうのも納得なのかなというふうには思いますね。で、海外の方はね、競技需要の低下から、そこまで高騰はしてないんですけども、まあ、いずれに需要が戻れば、値上がる筆頭のカードなんじゃないかな、というふうには思ってますね。ただね、言っても現在1500円なので、やっぱり今後の見通しとしては、券、もしくは売りがいいのかな、というふうには思ってますね。まあ、やっぱりね、スタンダードのレアで、やっぱこれ以上の水準を求めるのはなかなか厳しいかな、というふうには思いますね。まあ、なので、今後の相場としては、ちょっと落ち着きを見せつつ、まあ、1000円から1500円ぐらいをね、推移していくんじゃないかな、というふうには思ってるので、買い取り価格がね、その1500円に近いようなら売ってしまってもいいと思いますし、まあ、1000円よりもね、安いタイミングがあるんだったら、買いがいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。ということで、今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。今週はね、主に、ゼンティカーライジング発売後の環境によって、価格が変化したカードと、あとは、トスチャレジェンズのプレビューによって、価格が動いたカードを中心に紹介させていただきました。いやー、まあ、今週はね、正直その先週ね、お休みしてしまった部分もあって、まだまだね、紹介したカードもあったんですけど、まあ、結構いろんなカードの、価格が動いた週でしたね。またね、来週に関しては、おそらくね、その統率者レジェンスの、フルスポイラーが公開されるので、まあ、それら関係がね、また大きく動くんじゃないかなというふうに思ってるんで、来週もね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、合わせましてね、冒頭でお伝えしていた、先行プレビュー並びに、来週の生放送、こちらに関してもぜひね、楽しみにしていただければと思います。はい、ではこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。